スタート。イエー、始まったぜ。退院したぜ。いや、スタートすごすぎるやろ。退院したけど。改造人間になったぜ。おゆみちゃん、こんなのあってしもうとるけ。足折れてるけど、足が働かされてるぜ。全然変わらんけな、でもイブは。うん、これでも動かせんくね。いいですか、あれ。イブちゃん久々見た。これはほや。まあ、借りれる方がいいですね。刑務所おったんや。まあ、そうそう、うん、モンリー、神経治ったって言う。髪の毛の話やろな、これ。ああこれなんなんマジで。いたんの、うん、下敷きでこすったらこうなった。だいぶいじめられとるやん。な、今何日入院しとった？俺3週間、3週間。だいぶ勇気ある。長期休暇わかろ、ほんま。俺だった、やべえ、飯がやばかった、ほんま。美味しくないよ。朝飯のメニューちょっと当ててみて。鮭。いや、そんな高級品でんけ。サラダだけ。味のりとご飯とぬるい味噌汁。ぬるい。やば。それ3週間ですか？それ3週間嫌やな。俺シオンなんかいいよぜ。見えないんすよね、文字が。タレはタレある。シオンくん、今日も味噌汁飲もうって。誰？あ、味噌汁あるのよ、シオちゃん。俺っすか？飲んでます。ゆめちゃん会いたい、岡山行こうかな。ほんまか。来てくれや、ほんま。退院もらったら嬉しいけどな。退院祝いしてくれ、ちゃんに。お、マジで。そら、ゆめちゃんって3週間の遅れを取っとるもんな。モリー書いてるよ、なんか。たくみ、たくみ、あいつ暇なんやろ、絶対。めっちゃお茶くれるわ。たくみ、ずっと多分ビップいます、今。マジ？はい、あいつビップです、携帯いじってます。お客さん、こんなんやろな。めっちゃディスるやん。俺も早く退院したい。あ、たくみ入院中かいな。そういえば。たくみのお茶、マジでうぜえな。かなめくんな。かなめくん来たんでしょ、でも。来た来た。で、次の日入院したかなめくん。なんか映っとるやん。あ、ウイルス性の入院だったんすか。いや、違う、髪の毛全部抜け落ちた。それ、ガインや、もう。これパソコンの方がいいんじゃけど。でも、見ないっすよね。見きな。うん。あの、下のコメントとかこれ、もう見れんってやつ。見えんな、でもほんま。 LINE の結果教えろ。見えるわ、LINE は。何結果って。あれは高弘のお客さん。違う、うん、違うのに LINE 聞かれよ。携帯取られて誰か一人になんかめっちゃ LINE 送られたよ。あ、そう。朝女の子に、うん、お客さんにどうなったの。帰ってこうかな。もうブロックされたもんだろ、それ。あえて、あえてそこ俺も選んだしな。そことは、これだ。花、テキーラ。なんて書いたん、マジで。モンリー。花。花。花、テキーラ強くなったっけ、飲ませに行くわ、花ちゃん。イエーイ。上がるな。1000円よ、こんなんが。いや、3週間飲んだけど、メンションを。いや、飲むよ、意地でも。つえ。また入院になるだよ。違う方で。わっ、イブ様ーって。おい。お帰りって言ったらいいよ。あれは話は任しといて、俺に。どんな話なの、うん、まあ、それお前らに言えれんわ。さすがに聞きづらいっすよ。その話俺らここで聞きたくねえしな。さすがに言えれんわ、うん、聞きたくねえわ、うん、気まずいよな、出されてますよ、ツイキャスとかで。お茶、待って、お茶じゃないって、なんかお茶じゃないやつだって、もらったらいいやつ。なんだって、フレームとか、あれ、チューチューのやつだよ。スタンプや、スタンプ、スタンプ、花火とかそういうのもらったら確かにめっちゃいく。ジュンダ、ちょっとやってや、課金。あれ課金なんすね。あざで笑わないと。そういうこと。お前、あざはええけど、ちょっと課金してくれよ、ほんま。全然俺ら、ちょっとその話がなぁ、ステラの話がない。俺らの話わからんもん、うん、いや、ほんま、けえよ、都合いい日に。で、ちょっと課金して時間で寝てみや。暇しよるね、お前の。ほんまや。暇しよるわ。大丈夫か。暇しよるな、うん、ちょうどライン来とるで。全然。
お茶じゃねえよ、なんか高いやつだって。何が高いんですか。ヘルパーデコフレーム。いや、フレームとかついたくない、課金せんとダメなやつだな。なんかついて、なんかついたくないですか。コンティニューコインが何件、時間が伸びるやつ。時間伸びたら意味ねえよ、1時間で決まってる。あ、でも飲む、お茶ばっかやん。花見もいい。それがアップされるおすすめのやつだけど、社権外から見るやつ多い。お茶でそう、スタンプとかで。もうコメントなくなったよ。うん、お茶しかない。お前や、そっちが長いけど。何もせんでも勝手に送れてくれよ。喋らんけ。お茶は何の意味。俺らも勝手にも自由に喋ってけんの。お茶何の意味があるの。課金だね、とりあえず。それもおすすめのやつ。それ入院したことね。なあ、入院したかったよ。来ないだけ俺水炎になったか思って、病院行ったら何もねかったわ。元気やね。肝臓めっちゃ痛かったやん。うっつかお前、ほんまに肝臓だったんか、その場所が。心臓だったな。ズムちゃうじゃねえか。お前さ、あれやただの気持ちの問題。もう飲みくないやろな。ほんまに当分飲まなかったもん俺。そうそう、それ言い訳にして。ちょっと俺水炎だけ飲めへんかなって。何もねかったのに。何もねかったけど。だいぶやべえやつやな。今でも水炎使えるの。そう、もう飲まんでええんだよ。水炎じゃつって。水炎使ったら飲まんでいいん。俺も使うわ。え、飲むときは飲むけどな。あ、飲むんだ。シールズしたらそんなやつある。あ、イメージない、イメージない。飲むってイメージがないけ。ないな、ステラルみたいな飲むイメージだけ。もうサファイアもかな、これ。サファイア、うん、飲まん。いや、飲めん。もう飲めん、俺ら。シオンも、うん、いや、俺は飲ましてねえんじゃない、もうシオンも。ん、飲ましたら従業員が消えてくるんだ。昔みたいに鬼畜なことしてねえんだろうな。もうそうなよ、体験によっては誰も入らなくなった。飲ましちゃったらじゃあな、しかも病気だよそれは多分。散々してきた人にだけはマジで言われたくないよ俺。それは病気だよお前。俺入ってからずっと飲まされよだよ。サディスティックやな。飲まされて寂しいな。違う、ヒデトダイヤン。スコーン投げてる。あれ誰なんあれ。あれ、まあ、女神みたいな感じよ。あ、女神、天使のような。天使なんだよ、うん、それは笑って言うところ。うん、笑って聞きとけばいい。結構ガチの方や、ね、ガチの方だ。トトロ、これイブのことや。うん、何でよかった。会計みたいな。仕事しちょんかおめ。トトロはええけど。ほんま仕事してねえけど、名前が違うポンコツって書いてあるもんだって。仕事してねえもんだ。多分引きこもったんやろな。金持ってこんかったら殺すで、ほんま。だいぶやべえ人もいや。もう相変わらずやわ。ほら、モンリー一回だよ、モンリー。早く髪直して。何直すの。ストレートに。ああ、そう、パーマンだ。パーマン。わざとじゃない。うまつだね、パーマン。パーマンはほんま間違えた。なんでパーマ当てようと思ったの。なんかやっぱ一応はパーマするの、なんか売れとるやつの真似しろって言うけ、髪型から。接客から真似しろや。大気だわ。とか注文した分で殺すか。14万円。まあ本気よ。でも俺はそれを追加する。早く働かんとないよ。おもちゃん、早く追加する。おもちゃくちゃよ。でも今待機中やけな。お前いつも寝とる時間やけど、ちょっと眠てえわ、ちょっと。健康的やな、だいぶ。今日から直さんといけんけ、その。あ、今日から出勤っすか。うん、ほんまに直しよな、病院で。病院はあの規則正しい。9時、朝起きてみたいな。9時消灯の6時起床やから。おじいちゃんやん、もう。そう、なんもすることねえじゃろな、だって。あ、そう、帰っちゃいけんのか、入院しとったら。何、日曜日かも。お前答えろよコメントに。どれ高いよって。なんかパーマ当てたらキモいとか言うよね。もう悪口しか言ってねえよ。俺もそれはさすがにスルーさせていただくわ。いやいや、言い返し、言い返せ。たまに画面越しで言い返した方がいいで。ほらてこれ全部いっちゃん真似とるけ俺は。うん、でも真似しちゃうんだろ実際。うん、でも今どっちかで俺のがパーマ感じとるけ、いっちゃんが真似しちゃうかもしれない。逆に、うん、それはみんな知っとん。ちゃんが、うん、それはみんな知っとん。伊藤君が真似しとんよみたいな。まあ大体でもヘルプで言われるかな。どっちが言われるの。うん、俺の方がいっちゃん見せとんっつって。そうな、うん、よかったけどね、みんな分かってくれとるか。まあその通りや。直せや、もう直せや、それとも。どうせ需要ねえやろパーマに。いや戻してえよ、戻らんのだってもう。なんてこれアイロンすりゃいいや。高井色久々にやってやあれ。
あれやって、うん、なんかあれで分かるのが辛いわ久々に。もうあれで分かるのが辛いもんな。あれであれやってくれ。やってないよもう久々に。そうで1年ぶりってこと。あやってくれ。それそっちの店の方に頼むよ。それはどういうこと。そっちの店におるがやってる人が誰。あれだろやって、うん、あれだろ誰。その本人が俺もだってなんだその人のパクリじゃん。あ本場。うんでも俺ら見てるんだ。俺ら見てる本場だってモンリーや。ちょっとやってやって。だって俺ら本場の絶対もいいやつやろ。だよだよ。フォローするよ。チンコ出すだけやろ。いやこれでモザイク出るよ。これでモザイクだけやろ。これ合わせた時カメラにちょうど見えんよ。出すだけやわこれ。モンリーのモンリーがモイモイみたいな。いいやん。それも思え。閲覧めっちゃ減ってきよるね。見えるよ、実は。お前がコメントに対してあれやん、ちゃんと何もくれんけ、俺答えてあげる。自由に喋るけ、俺殺されたくないので、落ちます。働きますよ。うん、落ちますやろ。うん、働くってことだね、これ、まあ、ちゃんとしとったら、見ませんやん。まあまあな、コメントで怒られるけや。もうみんなコメントばっかしとるわ。お茶もくれんで。もうモンリーめっちゃ早い。モンリー全部しょんね、今。全然おすすめもねえわな。モンリーお前全部しょんね、今。な、答えろや。分かりづらいんだよ、こっちには。出たよ。もういろいろ振られとるな、これ今。キャットイーや。カルプス。キャットイー。ゾウさん対決。ヘディ。ほら、やるしかねえやん。ヘディ。やるしかねえやん。1年ぶりやるの、これも。やった。これ、俺やったかな、シールズで。合同はやってない。ちょっとやったぐらいかな。合同でもやった。やってない、やってない。やってない。やろうや。数回やってくれたもんな。やば。シールズ。じゃあもうレアよ。やろう。なんかくれたらいいよ。どういうこと？お茶くれてもええ。その価値もねえや。逆に無料でする価値もねえや俺。多分さっきまでお茶くれようだよ絶対。無料だ。いいのかなやっぱ。あ、誰あれ。ほらお茶くれたよ。お茶くれたよ。オンリー一番困るやつ。あのなんかそんなもんでもねえけ。画像がなんかあの卵みたいな、あないやつですか。あれかわからんやろ。名前で判断するしか。名前が似たの俺やろ。知らん間にパーマなっとるやんけ。お前パーマの目出しかねえ。でもほんまに俺初対面に焼きそばとか言われるよ。そう、どうも焼きそばとか初対面なのに焼きそばじゃん。名前がも知らんかったよ。特徴もパーマしかなくなったよね。何もせんかなって。しょうがない。キャラがねえんじゃろ。やっとるで、一応。だからみんなパーマって言うんだろ。ほら、ほら。パーマかいっちゃんの前かよ。で、パーマ変わらんやん。どっちかでいいよ、パーマよ、これは。みんな何をいじってやろうって思ったけど、もうみんななんか特徴ねえな。パーマ。髪じゃねえ。もうちょいイブの足いじれよ。あ？もっとあるじゃん、いじる場所。見て映ってねえもん。俺は普通に出勤しとるみたいな。あ、イブ君今日ツイキャスなんだみたいな感じだろ、もうみんな。お、モンリーって呼んで返事してあげて、ちゃんと。ゆかちゃん、思い出終わり。大体もうこの二人がこれでもう会話なる。思い出はじゃあ、あー、じゃあな、うん、いやだな、まあシャンパンかけられたぐらいかな。お、よかったやん、まあ、シャンパンかけられることの価値ついたんや、でもそこ俺じゃねえやろ、まさか。シャンパンかけられて水かけられて、まあ最後に一緒に寝たぐらいかな。広い広い広い、ほんまになろうか。やめろ、やばいな。広い。いやからでもこれ YouTube で公開してくれるんよ。わ、めっちゃお茶くれよる、ちいちゃん。誰かわかんない人でも、うん、で、コメントも何もせずに笑っからんやろ。お茶だけくるぜ。コメントもなかったら、あれじゃん、俺らが拾わんけど、コメントいよいよ専用になってる。いや、俺拾っとる。拾わんの、おめえだけで、マジで。ほぼ悪口バーだもん、だって俺パーマネタやん。HG もちろん、質問聞いてくれたらな。ほんま全てなんか答えれるんだけどな。質問コーナー。でもさっきリクエスト聞いとったよ。断ったよ、リクエスト。違う、そういう…違う、そういうリクエストじゃなくて、質問系で。質問コーナーね、聞いてほしいね、いろいろモニーにな。じゃあ俺のことでもええし、プライベートだから知らん、やっぱだって全く、そうだね、なあ、知らん、未知の、うん、どうだろう、だって全然未知じゃないよ、嘘人間やもん。まだだって知らんに関してまだ会話が出てねえで。じゃあ会話質問して。知らんもん俺、逆に。あ、知らん俺らから質問しよう。じゃあ一個ずつ知らんにね。俺にするんですか。
なんで誰もしてくれないそれは全力で適応してくれってよ。適応いわ。いやもうね、みんなが聞きたいであろうほど聞いてるじゃん最近に高博が。俺はというみんながこれ聞きたいだろうっていう、うん、これ気になっとるだろうみたいな。なんもないやろ別に。いや気になっとると思うよ。なんかある？わあでも 100m 走何秒で走れるかぐらいかな。今の問題よ。昔の問題誰も気にならんやろ。ほんまあれやろ。いつからそんな思うのになったの？そんな思うんですか？違う違う。そんななってお前俺じゃあ何質問？あ？何？なあ。もう俺この人だけはほんま苦手だわ。ソフィアの時代から。それで言ったでもちゃんと答えてくれるだろうだって。ちゃんと答えとかなし。それはみんな。いや限度はあるでしょ。答えとかなし。限度はあるでしょ。いやいや、限度ねえって嫌だわ。聞くよ、俺マジこれ、ほんまに。あ、コメント来たんすよ。限度あるん？お前はそれがほんまコメント入る理由だって言ったよ。あ、どうも初見です。あ、初見は大事にしたいね。かなちゃんやっと見に来たかって感じだな、ほんま。いつからしようっけ。だいぶ前から、もう2、3ヶ月くらい。かなちゃんは岡山の子。かなちゃん、かなちゃん、シオン聞きたいことある？初見、初見で聞きたいことあって、がっつりのやつは怖いわ、俺ほんまに。あるか？俺め、聞いていいこれ？いや、ダメ。えい、いや、ダメ。いや、ダメって言うやん。なんで開けたの？なんで開けたの？絶対それなんか思ったもん、俺。おかやすみの二十歳です、最後。最高。何する？何初見か。初見なんじゃ、今までじゃこれ知らんかったのかな、キャストの方は。ああ、でもなんかホストは言っとるゲーな感じやね、なんか。かなちゃん行き出して、なんか見るようになったんじゃないですか。あ、来た。あ、いい、いい質問だよこれ、一番いい質問。いい質問だよ、これ。俺もうこっから見たら、イブ君なんで抱かれたのって思って。そんなわけねえが。誰になんなるやん。ええ。足折れたのか。足折れたの。俺で抱かれたの。俺はほんまあれよ、こけた。酔っ払って。それ結構ガチなんすか。うん、俺がガチガチ。まあまあしょうもねえかとないよ。なんか階段あるもんな、階段。階段でねえよ。セミビップの前でこけた。なんか段差ありましたっけ。なかった。なんもなく、ね、段差ねカーテンだけでしょ。それ酔っとったっけな。ホスト行ったことないらしいよ。あ、ないけど。かなちゃんはなくても見るんだね、こういうの。じゃあかなちゃん行くとしたらまずどっから行きたい。そんなんいいよ。いやいや、そこはやっぱ日がやっぱ印象的には。何そんな、もうちょっとガッツリ。みんな気になるか、そんな。いや、面白い。そういう会話だが大して別に俺もない。じゃあ、どうすんこれで。大して俺もないの。違うとこで言ったらどうすん。3店舗いや、3店舗だけだって。いや、それちゃんと言わねん。3店舗だけよ。で、知らんやん。どこの店って言われるよ、多分。絶対知らんやん。ツイキャスしか知らんねん。かまたま見ただけかもしれない。 ACT アクト全然ちゃうから。責任取れや。責任取れや。ほんま責任取れや、マジで。それはダメだろ。どうする。3店舗じゃよ、お前。ACC アクトでしょ、あのバーみたいなあるでしょ。シオン、バー行くんじゃな。シオン、ちょっとグイグイコールやってやりたい。グイグイ飲めるね。グイグイコールをやるんですか、俺が。誰も得しない。あ、モンリー飲んでやじゃん。グーグーコールするわ。ビール持ってこい。なんか新しいコールとか見ないね。なんかステラとかなんか新しいコールめっちゃ作るわ。何の何コールって。グイグイコールの。どんなの。飲みコールやろ要は。うん、どんなの。飲めるけどみたいな。俺も持ってそれなんか最初ステラやりだしたけど、後世がやったのみたいな。こいつおめえ飲めんやんと思ったもん。飲めるけどみたいな。そんなんあるっけ。あるある。それなんかステラでやりだした。多分飲ますだけやけ気づいてないやろな。なんかこっちに運ぶから結構お客さんとか。あ、そうなの。あ、やるやるやる。ステラに行ったやつか。何の、何そのゴールってやるの。誰なのそれ、ちなみに。そ、あ、ここで言う。いや、ダメ。そういうの言う、また太ったら。あれこれお前ねえね。お前も結構デブやろ。何回してるよ、シールって。イブ復活してる。そうだよな、レナちゃん久々。
シールズってずっと担当と連絡取ってなかったら新規で入ります。はい、どうそれはどうなあるあるね、よくある質問やね、うん、それは別に、うん、な誰と、いやいや、言ってあげて、教えてあげてよ。いや、俺はいいと思うけどね、別にそんなの連絡も取ってない。シールズじゃないか分からんけど、どうなシールズとしては。そこはもう全部代表になんか任せてるけちょっと逃げた俺じゃないけ、これでも俺担当だったらやばいよな。んああ見えんから俺が担当だってやばいよ。これもう担当がいいよって言ったもんみたいな、ツイキャスでじゃシオングイグイ触れてあげてや。いやもうあれ絶対無視したやろ。グイグイはもうほっといていいでしょ別に。いやかわいそうや、うん、まあ飲み来た時に飲めばいいかなみたいな、そんぐらい流しましょう。その時はグイグイしてくれ、その時はグイグイしてもうシャラみたいな。シャメ詐欺おめえなマジでほんまに喧嘩せんでよここで、うん、仲悪いんかな。サーチ、サーチな。レナちゃんは誰なんやろ。え、分かんないんすか。分からない。だってあれよ。いや、久々とか言うけ分かったのかなと思って、全然知らんの。顔が丸いとおめえやろかね。言うたいな。おめえやろやろ。モンリーですよね、イブ君が。あんま、ここで叩くのからやばいことになるね、ほんまに。イブ全部言うけ、すぐ。言うよ、ほんま。すいません、あ、どこかってなるんだよ。グロス言っとるやつやん。それはおもれ。それはおもれ。グロスで銀のクマ下ろしとったやつやん。じゃあ、結構すごい方や。何やその態度は。そうやな、ごめん。お前も一回切るやん。いや、そう、一回切りな。謝ったのにガッツくんすんだ。イブだと。それは喧嘩始めるわ。それは言おう、ここで。それはそうだな。そう、サーチも何やその態度はって言うわ。カナちゃんはもう出てこんくなったしな、初見。初見のカナちゃんはもう出てこんくなった。違うとこ出すけ。かわいそうね。カナちゃんもう、イブ顔丸い。誰なん、レナちゃん。さすがになんかパッて言うからな。え、やけあれ、え、まあまあそれは、はい、スターでもあんまり言ってない。助けてなかったらいいな。で、グロス行くでしょ。で、え、何が言いたい。担当強いな。それは誰な、これはアイです。イブの強いな、負けとるよ、サーチ。全く、もうなしなんだよ、助ける。しない人ばっかりやな、なんか顔はそんな見えんけん。いや、シオはヘルプマランケンやろ。俺、ここでこんなこと言われるとは思わなかったわ、俺。多分店で一番回ってますよ、でも俺。それマランケンやつ。いや、回ってます、回ってます。回っとるけど、覚える努力もしないだけ。人の顔はわからんわ、それ。顔見えないでしょ。わかるやん。来月で岡山のホスト全員切る。そりゃそうだな。雰囲気ないよ、それは。そうか、寂しいな。まあみんなそうなるもんな、でも結局は。リスト入ってない。リスト小さいやん。いずれは、いずれはそうなる。いずれはな、うん、やっぱりちょっとお茶をもうくれや、切る前に。お茶だけ置いてってみたいな。ハマった、よかったよ。ちょっと切る前に茶くれや。広島行く前にな。うん、それは構わんけど、広島行ってもなんかスターのツイキャスだけは見とりそうやな。コメントだけ聞いて。めっちゃええ人やん。で、質問してって言っても誰も質問してこんっていう。結局な、うん、悪口じゃねえよ。モンリーでも悪口よけてしょったけで。わかりました。髪型だけやけど。髪のいじりもええわ、俺も。店でも髪の毛だけやるともいじられる。シオンなかなかいじられんな。いじられん。逆にもうシオンなんか分かってない。俺も知らんもんだって。シオンね。知る。知ったところでね、普通に分からんし。勉強しましょう。勉強しましょう。イブ君はもうごめんなさいだろ。チャイルケイブ専用。あ、ええや。どういう意味？どういう意味？めっちゃくれてますね。いや、多分1日でもらえるなんか分しかくれない。課金はせんってやつ。 あるだけをあげるよみたいな。そう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 。サーチしかおらんやねんか。コメント欄バーやろ。
うわなかなかめっちゃ強烈なかなか大量よこれこんなもらえるんですか1日フレームはフレームいいなお茶フレームだよなフレームちょっと意味あるお茶は結構意味あるんだねいや分かんないだいぶクラッカーとかも欲しいねクラッカーとか花火とかな花火な花火といえばこれ、この家にあっていいいやいや、いいよ花火といえば夏だ海だバーベキューだおもんねえな、俺だいぶおもんの振りが分からんもんだって、イブの雑になったら今まで分かったことあったないけどないやろカロリー1本食いいいよ1万ぐらいやもうこれだけですまんな上がるねすまんな考え方がめちゃ汚ねすまんないやでも多分イブちゃんもう弱くなっとるけ入院して酒が潰すのは多分今だと思うよ今日はしたんやろな、うん、弱いのは早めに来た方がええでイブ潰しにちょっと共に喋ってね、この沈黙はなんていいやんこれはもう見えんきゃおかんき喋ってくれすらいかんから大丈夫でいいどっちなんカロリーは飲ませんの結局入院せえほんま入院してくれ高いの何気はないよ一体あー気になるななんなんだろうなほんまに気になる今の気になる好きな気になるなだってトークほんまに気になっとる急に俺に来るな、ね、いや顔黄色いだいぶ黄色いたぶん入院食すぐ触ったやろな黄色い雑すぎる黄色いの何キャラなの一体いやでもやるけどな振られたら何をするの一発ギャグとかなんか一発ギャグできないむちゃくちゃ選挙とかここだよ例えばどんなんするんで例えばっていうか、いや例えば変わらへんわ、そういうやついや、僕はどんなんやったっけシールズのやつやってやシールズって言ったあの、あれやってやウルトラタイガーウルトラタイガーちょっとやってみてじゃあ、あれ一時期な、俺とナオトがめっちゃ翔太やんしょって、コールにしようやつなんで、うん、俺らが使えるようになったよあ、そうなの、うん、あれ二人だと結構盛り上がるとどういうこと2人でやるよと俺とナオトでなんかやってやって言われた時にあコールでそうコールじゃねえけどアドリブじゃねえけどカラオケで普通にカラオケで歌うだけカラオケでやるよとそう踊りながら俺らあれを歌うだけうん、うん、歌うだけウルトラタイガートラ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 ってオリラジのはいきょうからたぶん広島引きこもる OK どすこい高広やんずって違うじゃんどすこい言われたことねえよお前誰これニーカーさんって書いてニーカーさんつかさやねん懐かさだよなんニーカーさんちょっとサチうるせえなで、なんで足折れたそうそうだよ、ね、重くて折れたんだね焦げて折れたサーチバーやなもうサーチバーやな逆に閲覧17人よってサーチバーって見よるんやサーチちょっとダイアン化してきよるどすこーい体もねえのその後な。さあ、ちまやちゃん。にかさ。拾わねえ、そこは拾わねえ。そこは。にかさ。そこは拾わんでいいけど。誰でもわかるやろ、でもあれ。にかさとは言わんじゃ。逆に二にしたのかなって思う。せよ。コメントが少ないな。どうやったらコメント増えると思うか。もうイブバーサスサーチになってるし。これ。なんて？
ちゃうわ。腹立つわ、こいつ。LINE で喧嘩してくれ、直接。LINE せんけんな。あ、せんの。マクラルト。うん。返してない。まあ、どっからがどうなんかもう分からんけど。安定の経営の中。知らんよ、そんな。仲ええんじゃな。これが仲ええにつながるんだな。この子は抱いてない、ユウ。ん？抱いてないの。うん。無理や。それ基準が分からんけど、俺も。ちょっとサーチが分からんけ。お互い気分で LINE しとるから、鼻近み合おう。まあ、噛み合わす気もねえけどね。金つかまんし。初回ででも18万やろ。初回でソフィアンでから来とったの。あ、そうなんすか。なんてこっちがなんて書いてあるの。こっちが無理だわって書いてある。なんか悪いね。それはあれやな、なんか。そんな喧嘩するか。それはイブも言い返してやろ。100人ぐらいに聞きたいよね。これイブももうデブネタしかねえで、これそんなに、そんなにでけん。まず、ニカサ誰なんこれ。ニカサ誰だ。ニカサは誰、ほんまに。ニカサ、担当おるん。ニカサ担当だね。俺出てる人誰もわからんもん。コメント返せんよ、それ。出てる人っていうか、しようね、やっちゃえ、はい、やっちゃえ。コメント返さないやっちゃう？もうええやっちゃう。もうええ。シオンの一発でやっちゃうか。一気にバーンって。俺の一発でやったことないやん、俺が。モンリーやってんの、俺がやったの。やってみよう、CM やる？やってみして。テレビ見んけわからんのじゃ。マジでよ。テレビ見ないよ。ほんまに開けたんだよ。ノリと勢いだね。印象やね、それって。前から開いとったみたいに言われてからあんまり関係なかった。まあね、雑か。ほんま雑か。ごめんなさい。でも何テレビ見んの。なんか見るもあります。あるよ。例えばいっぱいあるよ、バラエティ番組で。お笑い系を見んけよ。引き出し増やさない。ちゃんと俺引き出し多いけな、小物の時だけどな。そう、入っとるもん。引き出しでも減ったくね。靴下が1枚入るぐらいやけ、ほんまに。引き出しです、その量多いだけで。あ、血管少ねえな。ちょっと血管少ねえな。まだこいつ。コメントも少ねえし。キスラ指名替えしたいでーす。ここで、ここでその話はちょっとあれだな。まあ言、そう言っとるけど、せんけな。あ、なんだかんだね。なんだかんだね。かわいいな。あ、すりゃええと思うよ。全然すればいいんじゃない。ほんま変わったら俺らなんともいいんよな。それはもうこれのせいなのかなと思うけど。まあ変わって使ってくれるなら俺はそっちでいいと思うよ。いやー、めっちゃいい人やん。やっぱな、ほんまに下の子それで売り上げついたらな。俺はもっとってももったいない。下の子がセックスしてな、来てくれるんだそっちにね。そりゃそっちやっぱ抱かれたいんかな。じゃあな、絶対そうだ。サーチ、バヤシ、サーチとニカサしかおらん。ニカサ分かったんですか、これだけ。ニカサが分からん、ほら。ほらね、お前可愛いな。やっぱり。なんでかいと思う。でもそれはあんまり、あんまり人を知らんから、暇つぶしにイブで。そういう。可愛いな。そういうとこ。そういうとこ。ニカさんもう適当なコメントやけどな、もうあれ多分飽きとるな。スラムが増えては減ったわ。ほんまな。LED にしなさい。そうそう、高いのやるしかねえべ。全然見てねえ。これこれやったら増えるんかな。やっぱお茶がねえけど、絶対お継ぎ物がお茶とか増えるんですか。いや、お茶とかなんかあのフレームとかもうに課金せえや。なんて俺なの。なんて自分で。イブはお酒置いときゃええから楽なんよな。俺もそっちがええよ。
そりゃほんま高広のなんかエースぐらいコメントしてこんかな。あーしてきてくれたらいいんだけどな。あ、エースおった俺おらんけえな。誰がおるんじゃろう。えなあ、もうミポかほらオンリーカマチョウとさっきお前が無視したけど久々に出てきたわ。ずっと下の方行ったのに俺カマチョウやん。イブにカマチョウしてもらえやそれは。ちひまじんやんけ。いや、モンリーカマってあげろや。もう見えんわ。イブかジョーや。イブリンプリプリン誰だ。あ、分かった分かった分かった。これ顔で分かった。かわいいわ。父もましてくれ。いや、エイチしてるよな。エイチしてね。まあ、でも分かるかもしれんな、それは。それは分かるかもしれんな、でもサーチがまだなんか読んでる、ちょっと見えない、ほんまに。再来月くらいにいきなり行くかもな。再来月の予定言われたもんな。確かにまだまだ今月か来月だったもん。再来月200万使いますからだったら、おおってなるけど。単位、そうそう、それか。ハマっとんだよ。ハマっとんだよ。いやいや、ほんまや、どうしようと、ハマりに行っちゃって。いや、それは、あれよ、来る客がもう、飲み寄ったよ。病院で病院でね。夢じゃなそれ。あれめっちゃ夢だな。そうそう、せやね。そうなんや。看護師とかねかったの。看護師ババアばっかり。そうだ、うん、夢がねえな。ちょっと待って、お前が変わるってこと。うん、なんてシールズではシャンパン半分以上こぼされるっていう事件があったからな。うそうやな、まあ仕事優先。どうなん、まあ、これも仕事やけど。それはほんまな。その状況になんかそれいけます。それはダメで、お客さんからそれいただいたシャンパン、うん、それあもし誰だったか、誰かやったの、ダメで止めやろ。じゃあ逆に誰かが違う。分かったよ。飲みたくないってこと。何それ、飲んどるか。一本直瓶で流したってこと。うんうん、それ飲みたくない。結構滑ったやつ。お店的に飲みたくない、それは。あ、店的にはどうなんだろうな。どうなん、じゃあモンリーは少ないっけ、多分。モンリーはどうやって飲みたかった。あ、俺はどっちかよ。まあ、俺だって俺シールズで一番強いらしいね。めっちゃ弱いやん、じゃあ俺が。あらしい。なにそのドヤ顔さんらしいほんまに。そんな飲みたくない。多分、大丈夫だと思うよ。朝やって、ゆうきがせっかく誕生日に下ろしてくれた。ただやねん。おめえ金使ってねえやねん。教えてもしダメだ。君は金使ってねえでしょ。そのブリブリ言わんの。あ、プレゼントの分ね。うん、分かった、ほんならよろしい。自分が金払ったシャンパンだと思った。プレゼントの分か。まあ、何本も欲しくないわ。もう一本もらえや。勇気にな、うん、頼んで。ゆき優しいけど、多分してくれるわ。何本でもくれるやろ。多分今一番シオン喋ってないな。誰ですか。シオンが一番喋ってないわ。何喋れんか分からんもん。シオンから会話つなげていこうや。まあいいね、たまにはそういうのはありやね。たまには MC みたいな。うん、ちょっとシオン MC やらだからな。せんもん、喋らんもん。なんでしゃべるみたいになるわけ。何しとんねん、逆に。今日はシオンが MC やっちゃう。1対1の俺、せっかくでしゃべることないし。あ、ほんと参加したわけ。うん、了解です、分かった。そう、下げすぎて使うもん。あ、了解、了解、分かった。俺もマジで使うんすよ。差別すんな、お客さん。しますよ。なんでボトルだけ飲んで帰るみたいな。もう座った瞬間帰れやと思う。まあ俺でもそういうお客さん大事やけど、なんとも言えねえ。目が笑っとる。顔はだけ目が笑っとんだって。揚げ足の取り方かな。うん、まあ、雑すぎて困るわ。うまいわ。しおり、しおり、しおり。あ、なんて。まあ、ヘリになる。イブトン、トニオメって。ありがとう。あ、こういうコメントが嬉しいな、やっぱ。ああ、でもなんか、絵文字が涙マークになってる。いや、ちょっと早いよってこと。よかったみたいな。あ、そういうことかみたいな。そういうことかな、それ。ちょっと回せろ。いや、君もいいよ、だからね。
顔が遠すぎても全然見えろ。目の前行けよ。そうね、行ってどうぞ。顔見て、顔だけ見ろ。コメント見て、あーっつって終わり。いや、コメント俺らに。たまにだって結構長いよな。長い長い。もう歴っすか。うん、3年。いやいや、もっとあるよ。3年ではねえの。次4年目もっとあるやろ。いぶきも今3年ぐらいでしょ。うん、アウトでしょ。もうスパイダー入れんなよ、俺。ソフィアからにして。スパイダーからね。スパイダーが入れんの。やっとるからね、って。ん、やっとったから。まあ、毎日やねん、お前。アルバイトだった。そこまで言ったら4年、4年ぐらいだろ、もう。月1とかで。そう、そっからだったら。長っ。何文句、シールズひっくり返すで。ねえ、なんでなんでなんで。何文句、シールズひっくり返すで。文句どういう意味。何のお前なんか言ったんやろ。パロッと。涙マークのこと。あ、それ。え、それでえ、それで俺怒られる。また。なんてまた気が向いたら行くわ。絶対来いそれ。気が向いたら行くわってやつあんま信用してないね。じゃあ必ず行きますに変えて。いや、それは、まあ、こいつが必ず行きますって言っても信用はねえね。来て初めて信用みたいになってか。人によってな、うん、ほんまに。お、ポンコツ。違った、ポンコツじゃなかった、違うやつだ。違うやつが150分コースしんどいな。う、頑張ってます。頑張ってるな。金金150分も頑張ってるな。それ読むんだよな。私は気分嫌だからな。みんな150分コースだったらええのにな。そうな、60分とかいらんよね。ハハモンリーストレスやばい。飲もう飲もう。うわー雑やなー、ほんま。なんでなの。なんでやん。いや、こないだちょっと飲もうやって言って、俺お茶って言われた。俺だけお茶飲めって言われた。なんで水泳だけ。お前水泳じゃねえだろ。でももう今日で割れない。待ってくれんし、電話しながらキャス見よるけ落ちる。誰が。イボ。うん、はい、はーい。私もまだイブなんて。イボはええわ。私もまだイブに焼肉連れて行ってもらってね。連れて行ってくれるって約束しとったんで。まあ今やつは連れて行けねえもん。来てから明日仕事ラスト。どういうこと。でかすぎていいんすか。でかすぎて言うなよお前。そんな言われたら嫌なと思うよ。いやいや、別にコメント映らんや。シオンのコメントに対してきついなって思うわ。俺も脇出しの取り方。シオンちょっと口が悪いよ。口が、イブ君にだけは口が悪すぎ。イブ君にはマジで言われたくない。バレた、シオンバレたって言う。ほら、泣きおるよ。泣きまくついてないっすよ、今回。ソフィアの時からの約束やと。だいぶ破ってるかな、じゃあ。まあ、約束とか別な、書面も書いてないし、別に。してない、してない。口やけ、それは。口やけ、サッチとの一回、やべえな。よっとって、多分覚えてないやつやな。ああ、でもすげえよ、1年前以上の覚えとんよ。酔ってねえかと焼肉行く。なんか言わんよ。電話終わったらやっぱりかまず自己中やな。誰に。俺によ、それは自己中やな。俺はええわ。クソ腹立つわこいつ。お前は先に喧嘩打ってきたんで。ここでバトルか。あ、メンヘラなりたい。え、シオンやな、でもそれは。メンヘラか、体シオンか。体打っときゃ別にメンヘラなれるやろ。あ、そうは見て、俺だけめっちゃ下げるやん。それはちょっと、オブラッツも。ほんまに。それはオブラッツも。優しくない？ダメよ、デカすぎ。デカすぎ。ダメでしょ、普通に。デカすぎも体打っ
で、まあ、何まあ、まあいいでしょう。なんて言うのコーツ以外とあれだな。じゃあ待って、まあ何、何まあ、まあ、なんて言うまあ、焼肉行ったらイブが太るからやると思うしねそれこそ、なれんなれん、なぜどうすれんここまで行ったらいいかって、もうどうすれん AV? それがええな。もう AV ぐらいじゃないもん。金だけ持っておいでよ。海外とかいいんだね。やむやろな。言葉通じんし。マカはなんかすげえ言うしな。稼げろ。お金すげえ聞いたことある。もらったやつでしょ、それ。いいよ。なんか。ステキ、ステキ、うるせえ。ステキ、ステキ、うるせえげ。これ痛くない？痛くないですよ。え、てかそう、脇入れんすよ、グッて。ここで挟むんですよ。え、脇、脇ここまで入れんで、ここで挟むんですよ。背が足りてねえけど、背が違う。シビって言いてんの。俺は言ってないよ、調べた。金持って集合。ほんまに？うん、嬉しいな。ヘディはサファイアだろ、でも。ここが一番いいですからね。いや、サファイアだろ、絶対。ヘディ？うん、俺唯一分かったもん。ヘディが、うん、全然サファイア多いよ。ヘディが、うん、結構ヘディ出現率は低いね。俺ら、うん、サファイアだよ。そうなの、うん、どんぐらい行けんか分からんから、なんとも言えない。今日 S レアぐらい、ほんま。オッケー、マジでどういう意味の？ここがレアぐらいやな、俺ら。レアぐらい。何レアって？あ、サファイアがですね、ここ。ああ、そういうこと。一番使っとるみたいな。まあ、一等じゃない、使っとくのか分からんけど、サファイアしか見つかんよって、これ用意しなかった。うわ、いいね。なんて言うの？しゃーなし、しゃーなし、いいところ言うとったるわ。イブは無理させんから、地味にいいやつ。そういうとこ。もうモンディ嫌い。もうどうせいいよ俺に。うん、どうせいいよ。仲直りすればいいじゃない。あ、これ一発ギャグしな。俺全然関係ねえやつ。お客様で大事にしろって。一発ギャグ。上座しイブじゃし。うん。一発ギャグ。でも大事にしろって。なんで俺な。見てくださったら、見てくださったら。なんかやべえやつ来んかな、コメントに。どうなんすか。うわ、すげえやつよ、もうなんか。あと10分ぐらいや。頭おかしいやつ来んかな。急にそんぐらいならおもれや。なんか、なんかもうこれ、なんか日常会話みたいな。普通の会話しようよ。だから一発芸今日やってみようって言ったの。俺じゃん、リスク背負うの。リスクあるの？リスクある の？ 何のリスク？でも誰か見ても一番やべえ。誰の笑い声も聞こえんのんだよ。そうだ、やっとるだけだ俺。でも一番やべえやつやね、でもモンリーが。コメントしろいといいモンリーやん。やべえやつや。何か書いてるよ。何書いてるよ。まあ私にはお前ならできるって洗脳してくるけどな。ちょっとよくわからんわ。うん、俺もわからん。夢？なんてヒラメ、新しいのじゃあ。なんて、なんてイブちゃん、単位おめでとうって。イエーイ、ヒラメ誰？ヒラメ誰？でもまあ知っとるってことだろ。ヒラメ自己紹介お願いします。担当から自己紹介お願いします。ちょっと言ってもわからんくね、わかるんだな。ある程度わかるじゃない。ヒラメはさすがにわからんやろ。ヒラメだけでちょっとわからんけん。ヒラメ担当やでもわかるでだ。いや、俺はわからんよ。ええー、もしもし来とってもわからんやろ。わからんから。担当だとわかるんだよ、でも。かっこいいなぁ、俺。なこういうのしたよみたいなのわかりやすいんだね。あー、じゃあコメント来るまでだ。高色の好きな女性のタイプ聞いとくか。気になるじゃん。俺の、うん、じゃあのかな、でもとりあえず落ちる広島行く。
はい、バイバイ。あっけな。なんか面白いの言ってねえんだ。じゃあまあ。なんでなんで。イブちゃん。シオちゃんおはよう。お。うわ、シオン。ついに来ましたよ。やっとシオン。シオン出た。やっとシオン出てきたよ。シオン出た。やっとシオン出てきたね。ネタ出しやすかった俺。ヒラメちょっと自己紹介してくれほんま。え、担当誰なんですか。コメントしにくい。担当誰。誰かいるの。シオンちゃんおはようだって。うん、おはようおはよう。誰。誰ユウナって書いてある。誰なそれ。ホンディネコインが聞こえるよ。俺言ってちゃんと。ありがとうございます。ありがとうございます。すみません。あやなん、イブくん退院おめでとう。みんな自己紹介して。わからん誰か。マジでわからん。待って待って、イブちゃん色恋して、いいよ。あ、担当なんですか。いや、わかんないよ。ひらめでわかる。いや、わかるでしょ。ひらめっぺえか、俺は楽しみや。ゴールスでひらめっぺえ。ブスバースか。ブスってやると色恋してる。ブスでもイブはちゃんと恋してくれると。あやなんは誰なんだろうな。あやなって結構おるもんな。うん、あやなはあるじゃない、そちらの。はぁ、あ、ヘディはヘディは結構マンジグループし、あやって2、3人もマンジグループ。マンジグループ。え、びっくりした。あ、マサト。よっしゃ、じゃあ各種イベント用が、各店のイベント、なんかあったっけ。いいっすよ、さっきねえ、そうか、多分ね。じゃあ明日、今日あるよ、今日何からですか。イブちゃん、退院祝い。まあ、そう、そうやな。ステラは、冬月部退院祭やってます。今日今日明日な。今日明日。明後日からまた入院やってるな。明後日からまた入院を。鼻ください、鼻。チーズは病院はセーフ。チーズは新人レースと来月終年があるぐらいですね。まだなんか、いや、コスプレがあるんじゃねえんかよ。あ、それはサバ。これ俺らっすね。びっくりしました、俺今。あったっけ。そう言えやじゃん。やべって思った俺。サファイアです。はい、サファイアは27日月曜日にコスプレであるんで、来てください。で、3月は谷翔太、新人、新人ですよね。す、彼らはね、うん、若いホストたちが。で、4月、3月末までにオーナーが寮の点検に回るけ寮をきれいにしとくようにっていう。それ、お客さん関係ないよ。お客さん関係ある可能性があるよ。寮の点検可能性があるよ。まあ、マジで俺結構女の子がね、掃除しているんで綺麗ですよね。ほんならあと外論地が一番危ない。チロヒーより一番危ないかもしれないですね。明日、ソラチナのツイキャスだから。何ですか。ソラチナのツイキャスだから見てねって。ソラチナって新店じゃろ、これ。俺、聞いてないです。俺、新店舗のついに来たんすか。ツイキャスが新店舗が随分知らんのよ。チナチナ今日退院したほうがいい。チナチナオープンだぜ。チナチナのツイキャスをするから12時からするから見てねっつって。12時からソラチナ。誰だ、ソラチナ。ソラチナは俺分からんのよ。あ、まあ、それ発表するみたいなんですか。発表する。マサトも出るようだぜ。はぁ、ソラチナはもう俺があのあれ両点検のことにしか頭にかろう。早く早く掃除したいな。ドキドキしたい。OK、ほな、じゃあみんなバイバイみたいなこと言って。バイバイ。明日見てください。明日はイエイ、期待しちゃって。電気のソラチナ、ソラチナの、いや、まだちょっと正直まだ喋って